源氏物語年率、または単に年率は、源氏物語の作品世界内における出来事を、主人公の年齢を基準にして時間的に順を追って、記したものを言う。第一部及び第二部では、光源氏の第三部では、カオルの年齢を基準とする。源氏物語においては70年余りの間の天皇四代にわたる出来事が描かれているが、作中で、 登場人物の年齢が明記される箇所は稀である。加えて、源氏物語は描かれる、時間帯に、重なりが存在したり、描かれていない、時間帯が存在したりするという複雑な構造を、持っている。そのため、源氏物語を読むにあたり、作品世界の中での出来事を、主人公である光源氏の年齢を軸にして整理する、ことが広く普及している。 例えば主人公である光源氏の年齢ですらも、キリツ巻において、十二にて五元服したものと記されるものの、次の、母木木巻では、読んだだけでは、年齢が書かれておらず、わからない。これの解決には、第一部の最後である、藤浦場巻の、明け無年、四十になりたもうという記述を待たねばならない。そのため、 母木木巻から藤浦場巻までの間の光源氏の年齢はすべて作品中で描かれている季節などから経過年数を推測した上で藤浦場巻から逆算して考察することによって明らかにされることになる作品中で起こった出来事の前後関係や時間的な隔たりについても明記されていないことが多いためそれらが一見明らかでないだけでなく 異なった解釈が生まれる余地が存在する。例えば、藤浦は牧から逆算した、再出発点にあたる、母木に牧での、天夜の品定めの場面での光る玄児の年齢について、新年率では17歳、旧年率では16歳となるが、河内本系の写本である、東山古文古像七五源氏の、 母木今巻期間末に復帰された注釈では15歳説や19歳説があったことが知られる。古注釈の時代から、源氏物語の研究においては年率や登場人物の年齢などを考察し、その結果をもとに構想論、構造論、人物論などを組み立てることが広く行われてきた。一方で、そもそもフィクションではあるが、源氏物語における、 時間の経過には口実するように、矛盾や様々な理解の困難がある。年率に多くの問題があることから、年率による方法論には限界がある、あるいは意味がないとの主張もある。例えば、正編においては年率的アプローチは有効であるが、続編においては年率的アプローチは有効性を持たない、あるいは、現実物語においては、 ここの場面での登場人物それぞれの年齢などを明らかにすることはできても、物語全体にわたって整合性の取れた正確な年率を作ることなどは、そもそも不可能であるなどである。さらしな日記の一文において、現時物語が成立して間もなくの千二十年頃のことを記したと見られる箇所にて、著者の菅原高粛女が、符をぐして、すなわち、符を手元において、 源氏物語を読んだという意味の記述が残されている。この、ふと呼ばれるものが何であったのかは不明であり、様々なに推測されているが、年率のようなものであった可能性も考えられている。詳細は不を参照。源氏物語の古い時代の注釈の中には、単純に各巻がそれぞれ一つ前の巻で描かれている。 出来事に続く時点の出来事を描いていることを前提にして解釈を加えているものも多く見られた。例えば、鎌倉時代の河内方の注釈書、厳中祭筆書では、冷静御門について、解任が明らかにされてから生まれるまでの各官の記述を追って、季節を重ねていった結果、都市は三カ年との結論を導き出し、先例として、王神天皇、聖徳太子、 竹内すくねといった人物の例を引いて、偉大な人物は母の体内に三年にいたとされるとして、その結論を補強している。しかし本格的な解釈、研究の進展とともに、作中に描かれていない期間が存在したり、各間で描かれる時間帯に重なりが存在したりすることが明らかになり、また、登場人物の年齢や、作中での様々な出来事の前後関係や、 時間的な隔たりについて考察されるようになってきた。このような考察は、源氏物語の注釈書の始まりといえる、藤原定家による奥入りの中においても断片的ながら、柏木の後年なり、横笛の同年夏、週や、今安この巻きなお、横笛鈴虫の同脇子とか、この巻夕切りの後年かといった形ですでに見ることが、できる。 途中の修正という性格を持つ、川海消においてはまとまった形では存在しない、ものの年譜の考察に、かなりの指数が費やされている。これを組み合わせて、一通りの年率を構築したものを、川海消による年率と呼び、旧年率や新年率と対比することもある。川海消の年率の、旧年率とも新年率とも異なる特色としては、巻き柱巻きの末年を、 梅島の第一年年ととと同じ年であるとするる。すいった、点が挙げられる源氏物語の全巻にわたる体系的な年率を初めてまとめ上げたのは課長四条の著者でもある一条金吉であり1453年に作られた源氏物語年率または源氏物語書館年率と呼ばれるものであるこれは後に種玉返事賞、源氏物語聞き書き、廊下賞 再流章などによって部分的に手直しされることもあったがおおむね踏襲されていった。古月章などの江戸時代の半本に収録されている年率も基本的には一条金用紙の作った年率である。この一条金用紙の作った年率を今日では旧年率と呼んでいる。江戸時代中期に元織のりながは源氏物語年紀考において それまでの年率に考察を加え、一部を改めたものを、改めた出したる、年率の図として作った。これは後に、源氏物語玉のおぐし第3巻に改良されて、収められる。元織のり長の弟子である、北村久し備えが表した、すみれ草の下巻では、さらに整った形となる。源氏物語年紀孔以降のものを、新年率と呼ぶ。近代以降の多くの、 源氏物語の印刷本や辞典、ハンドブック類には年率が収録されているが、ほとんどは新年率をもとにしたものに、それぞれの偏者らが必要と思われる補定を加えたものになっている。新旧の年率の違いは、母木木巻から少女巻までの間にある一年のズレである。例えば、母木木巻での光源氏の年齢は、新年率では17歳、旧年率では16歳となる。 違いの最も大きな原因は少女マキと玉ズラマキの接続関係をどう理解するかの違いによるものである。新年率はその明瞭さにおいて旧年率より飛躍的に向上していると言えるが時に新たな取り違いをしていることもある。とされる。現代の年率は概ね新年率によっていると言えるが部分的には 以下のような独自の年立てが唱えられることもある。新朝日本古典修正の年率、新朝日本古典修正版の、源氏物語では、以下のような理由から、宿り木巻の後半部分を、揚げ巻巻の翌年ではなく翌翌年であるとする、独自の年率を主張している。高橋和夫の年率、高橋和夫は、倍始巻は、巻柱巻の翌年のことではなく翌翌年のことで、 あり、この両巻の間には一年の空白があるとする。藤浦場巻において、光源氏の四十の画の際に、玉かずらの産んだ二人の子供が、夕霧の二人の子供と共に振り分け髪の、ひたたれ姿で舞を舞ったとされているが、巻柱巻の末年で生まれた髭黒と玉かずらの、子供が、さらにはその弟まで含めて、振り分け髪のひたたれ姿になるためには、倍子巻が、 巻柱巻の翌年のことだとすると時間が足りないとして、巻柱巻と倍子巻との間に1年の空白があるとする。9年率と新年率を比べてみると、おおむね新年率の方が合理的であると考えられるが、そもそも作品自体に矛盾があり、新年率によっても完全な整合性は得られない。矛盾を解決できないとされている主要な事項について説明する。 正編から続編との間には、第三部における二人の主要な登場人物である、カオルとニオーミアの年齢差についての矛盾がある。この矛盾から、一条、金義以来のすべての年率では光源氏が主人公である、第一部と第二部では光源氏の年齢を基準に記述され、また、第三部ではカオルの年齢を基準として記述される。 また、聖編と続編の間の経過年数が明記されることは、あまりない。坂木巻において、六条を見やすどころの経歴について、十六、にて呼吸に参りたまいて、二十二手遅れたて祭りたもう、三十二手ぞ、今日また九十を見た、まひける。とあり、またその娘の年齢について、西宮は、十四二ぞ成りたまえける。とある。しかしこの記述は、 桐壺ツボの光源氏が4歳の時に、光源氏の兄であり、桐壺帝の第一王子である後の須ザクミカが立望しており、また、青い巻の冒頭において、代替わりがあったとの記述があり、この間は、後の須ザクミカが一貫して東宮であったと、考えざるを得ないという他の巻における記述と矛盾する。 若紫巻において、赤氏の方について、化粧はあらず、要望、心ばせなどはべるなり、代々の国のつかさなど、良いことにして、去る心場へみなすなれど、さらに受け引かず、と吉う式が語っている。もしもこれを、親の地位や、血筋、財産といった理由ではなく、本人の器量や、気立てなども結構だということで、求婚されたと、解釈すると、 この時よりさらに前の最初の国史が結婚を申し込んだ時点で、すでに一般的な結婚的利益に達していなければ、ならないと考えられる。ところが、赤島木には、住吉の神を頼み始めたと祭りて、この18年になりはべりぬ、女の同意ときなあは、べりしより、思う心は、べりて、年ごとの春秋ごとに、必ずかの御社に参ることが、むはべる。とあり、 この記述は、娘が生まれて、住吉の神をご祈願申し始めて18年経ったと、する意味の記述であるが、ま、赤氏牧の時点で、娘が18歳くらいだとすると、若紫牧で9歳くらいとなり、吉清の話と合わない。これについては、以下のような説がある。藤浦場において、光源氏の40の画の際に、玉かずらの産んだ二人の子供が、 夕霧の二人の子供と共に、振り分け髪のひたたれ姿で前を待ったとされているが、ひげ黒と玉かずらの最初の子供は、巻き柱巻きの末年で生まれており、さらにはその弟まで含めて、振り分け髪のひたたれ姿になるためには、倍子巻きが、巻き柱巻きの翌年のことだとすると不自然であると、される。紫の上の年齢について、 若紫巻の記述を元にすると光る源氏とは7.8歳差となるが、若菜巻の記述を元にすると10歳差になる。若紫巻で紫の上が初めて登場した際には10ばかり、ヤーラムと見えてと記されている。これを10歳であるとすると光る源氏より7歳ないし8歳年下となる。これに対して若菜下巻の光源氏が47歳である。 時点において、今年は37にぞなりたまうと、37歳の役年と明記される箇所があり、これに従うと光源氏時より10歳年下となる。この点について、ご注釈の記述を見ると、と、いずれも、若紫巻での記述をもとにした論を展開している。現代の様々な研究所においても、紫三37、本文に37歳、実は40歳、 紫上37。ただし、紫上は源氏より7歳年下で、実は40歳であり、他の巻の年齢と矛盾する、紫上39、紫上39、紫上39と、両論を併記する説明がなされており、解決はされていない。ありがとうございます。